伊豆箱根鉄道、大場工場は、静岡県三島市大場にある、伊豆箱根鉄道の車両工場及び、車両基地である。伊豆箱根鉄道本社社屋の北側にある。出入庫は、寸津線、大場駅から行われる。大場工場2013年7月7日現在伊豆は、コネフレアイフェスタは、伊豆箱根鉄道が、10月14日、鉄道の日を記念して、 1995年から毎年大場工場を一般公開し、電車教室など鉄道を主としたイベントである。毎年多くの鉄道ファンや家族連れでにぎわう。フェスタへの参加は無料。なお、表記方法については、伊豆箱根鉄道公式ページでも、伊豆箱根フれ合いフェスタと、伊豆はコネ触れ合いフェスタが混在しているが、本校では校舎を採用した。2002年からは、 鉄道だけでなく、バス、タクシー、観光、旅行なども加えて、伊豆箱根鉄道グループの全社的なイベントとして取り組んでいる。このことは、県内のテレビニュースで紹介される。2003年は、バス事業100周年と関されて行われた。2004年は、台風22号の被害のため中止となった。2005年からは、台風シーズンを避け、11月23日開催に、 変更された。太遊山線の車両は、東海道本線の小田原三島間を改装され、東工場に入場する。土曜日運行の踊り子117号から、日曜運行の踊り子102号まで、特急踊り子用、JR185 系は、主善寺駅構内の留置線を使用するため、当車両基地には停泊しない。太遊山線5 0系の大場工場への入り出場、及び、 工事車両県引用と、京都乗り合い自動車任意紹介が、堀川中立ち売りと7条停車場、基本因子段下までの2路線をバス会社として正式に運行したのが1903年9月20日。2003年はバス事業が開業されてちょうど100年にあたる。日本のバス黎明期。ありがとうございます。